フィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領は5日、同国に寄付された中国医薬集団シノファーム製の中共ウイルスワクチン1000回分を引き取るよう、駐フィリピン中国大使に要請しました。大統領自身は3日に接種しましたが、危険なので決して私の真似をしないようにと呼びかけました。BBC の報道6日付によると、ドゥテルテ大統領はシノファーム製ワクチンはフィリピン当局によって承認されていないため、中国が今後フィリピンに寄付するならば、当局が承認した加工高校生物技術シノバックバイオテック製のワクチンにすべきだと述べたということです。現地メディアの報道によれば、ドゥテルテ氏は国民に対し、様々な副作用を引き起こす可能性があるため、非常に危険だ。捨てればよい。接種を受けた人は私だけで十分だ。と、接種を控えるよう呼びかけました。フィリピンは東南アジアで感染被害が最も深刻な国の一つです。これまで合計100万人以上の感染者と約1万8000人の死者を出しています。しかし、ワクチンの安全性への懸念から、国民の半数以上がワクチン接種を拒んでいます。昨年12月にも大統領の護衛隊員らが未承認の中国製ワクチンを接種し、批判されていました。世界保健機関 WHO の戦略的諮問委員会 SAGE は5日の公式サイトで、シノファーム製ワクチンについて全般的に有効性は認められるが、一部の患者の重大な副反応リスクについてデータでは信頼性が極めて低いとの見解を示しました。またシノバック製ワクチンについても、60歳未満の重大な副反応のリスクは低く、中程度の信頼性はあるものの、60歳以上については、同リスクが低いとの信頼性は低レベルだとしました。皆さん、大紀元ウェブサイトの会員登録はお済みですか？大紀元ウェブサイトでは最新ニュースがいち早くご覧いただけて、どなたでも無料でご利用いただけます。登録は簡単。この動画の概要欄のリンクを押していただき、ご自身のメールアドレスと任意のパスワードを入力して登録するのボタンを押してください。そうしましたら、ご自身のメールアプリを開いていただき、エポックタイムズジャパンから届いたメールアドレスの確認メールをご選択ください。メール下方に記載されている URL を押し、ログインボタンを押してください。再度、メールアドレスと先ほど設定していただいたパスワードを入力して、ログインしたら登録完了です。エポックタイムズの記事を制限なくお読みいただくことができます。では真実と伝統を伝え続ける大紀元をお楽しみください。